滋賀県陶芸の里、信楽にやってきました。信楽焼っていうと、あのタヌキの焼き物、置物しかわからないんですけど、今の信楽焼はそれだけじゃないそうなんです。今日は陶芸体験もして信楽の達人になります。達人の道はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ある日、鬼は少女と出会いました。おい人、心の豊かさってなんだ。そんなこともわかんないの？とりあえず笑っか。は？違う。できるじゃん。はい、ご褒美。初めて笑った鬼は清々しい気持ちになりました。心の豊かさを持って。どうやら達人が集結しているという情報をつかみ、訪れたのは滋賀県信楽町。噂には聞いていましたが、ここ信楽町、町の至る所に信楽焼のたぬきさん。達人も多く集まっているのでしょうが、まずはたぬきさんの方が人よりもたくさんいるのではないでしょうか。こうして訪ねたのが大小屋。1874年に創業した大小屋さんは、創業150周年を機に新たな挑戦となる飲食店東雲をオープン。ほのかさんはまず東雲で名物をいただくことに。お腹空きました。九州から宮大工を呼び、釘を一本も使用することなく建てられた東雲。木の味わいを感じる純和風の作りです。お腹が空きました。お蕎麦が楽しみです。お蕎麦をいただく前に蕎麦がゆをいただきたいと思います。私初めていただきます。ほのかさん、いかがですか？あ、蕎麦の風味が感じられて体が温まります。まず豪華な天ぷらが出てきましたよ。そしてお蕎麦は十割蕎麦。東雲で天ぷら十割盛り蕎麦いただきます。最初にお蕎麦だけいただきます。お、最初お蕎麦だけなんて、ほのかさん通ですね。もう十割蕎麦なのにあっさりしていて、のどごしが爽やかですね。次はおつゆをつけて。天ぷらが9つも乗ってますよ。大きなエビさん、いただきます。サクサクで美味しいです。今日は特別にごまだれも用意していただきました。テレビだとこういう特別サービスも。ごまだれも濃厚でそばに合います。近江牛とのセットも大人気。これも贅沢。信楽焼の器で提供してくれます。それでは釜を見学させていただきましょう。いきますね。結構な量いきますこれ。はい、ガバッガバッといきます。よいしょ。ここから火つけて。はい、いや、なかなかの迫力。さん、どうでしょう。初めてこんな言い方があることを知りました。一つ一つ色合いとか形が違って面白いですね。ほのかさん、信楽焼に興味津々。
冬だと暖かくていいですね。柱が焼けています。ほのかさん、信楽焼の達人技に震えました。ということで実際体験してみましょう。今からろくろを回すので、汚れてしまうとのことなのでエプロンを選びたいと思います。できるだけ見てもらいます。頑張ります。まずは達人のお手本。滑らすだけです。だけでいってください。左手の親指のここの腹を使って回転の中心を押さえます。腹を使って押さえます。まずはすり鉢状のへこみを作りますね。そうするとこれでコップの原型ができますね。 V の目程度のものができますんで、右手が中、左が外です。この状態で力をグッとここに入れる。そうすると手が安定します。手がブレないですね。達人技を見せていただいたんですけど、私もなんだかできそうな気がしています。本当ですか？回り始めた人から順番に自分の右側にあるテニスを使って両方の手を濡らしてください。濡らしていただいたら、手についてきたら、そのままゆっくり上上げていって縦方向全部濡らしてください。この時力は入れないようなね、滑らすだけ。真ん中を少しへこませてください。あれ、へこんでない気がする。こうね。ああ、なるほど。いや、やっぱ達人すごいですね。あれ、ああ、そのままパーッと離す。そう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 、オッケーオッケーオッケー。ちょっと怖いですね。そうと話しましょう。そうと話す、そうと話す。とお茶碗ぐらいができたよね。ああ、はい。すごく細いのでやってて怖いですね。崩れそうです。一緒に参加された方々も皆真剣。ゆっくり上げながら、歪んでもいいから上を丸めて、そう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 、それでそれでそれで、だんだん広げる、そうそう、と手広げる、この形ができてくる。おー、そう、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じ、できました。お願いします。美しいでしょう、どうでしょう。やりました。2つ目はコップを作ります。なるべく薄くなるように頑張ります。コップにしようと思ってたんですけど、タンブラーっぽくなってきてしまったのでタンブラーに変更です。深さと形は気に入ってますが、はいはい、よくできてますよ。 ありがとうございます、はい、厚みがしっかり薄くできてるのと、さあ、ほのかさん2つ形作りましたね。5種類の釉薬、上薬から好きな色を選べます。タンブラーは緑で、小鉢は黄色にしました。焼き上がりが楽しみです。誕生日を迎えられた頃にタンブラーが、これでさ、いいでね、お酒を初めて飲んで、初めてです。さて、大小屋に戻り店内へ。ここにカフェレストランが。おやつタイムにしましょう。ん？おお、美味しそうなケーキがたくさん並んでいますね。ディナーも近いので、ほのかさん一つにしましょうね。ハーブティーです。バナナタルトとハーブティー。いい香りがします。いやー、ほっこりしました。達人の道インフォメーション。家相続、曽根恵子の夢相続クイズ、 Yes or No。祖母は遺言書で財産は孫に遺贈すると記載しています。相続人の子供2人が相続するものはありません。その代わり、生前に歴年贈与で現金を贈与するようにします。この歴年贈与は持ち戻しの対象になります。これ Yes or No？ 正解は No です。相続になった時、法定相続人であっても遺言書で相続するものがなければ7年以内の持ち戻しはしなくていいのです。歴年贈与が基礎控除の範囲内であれば贈与税も相続税も課税されません。
遺贈を受ける孫が歴年贈与で現金の贈与を受けていれば7年間は持ち戻しの対象になりますので注意が必要です。遺言書の内容と相続贈与の内容は連動して考えておくようにしましょう。相続や遺言書のことは夢相続にご相談ください。あなたも夢相続クイズで相続の達人になりましょう。お知らせの後、大小屋さんの東雲でこの11月から始まったディナーをご紹介。信楽の達人ディナーはランチで10割そばをいただいた東雲で。東雲で11月からディナーが始まります。お酒とのペアリングを楽しめる料理だそうですが、収録時私はまだ19歳未成年ですので雰囲気だけ楽しみたいと思います。それではいただきます。前菜はこんな品々。秋といえばのサンマをいただきます。サンマの苦味も感じられるんですが、それも気にならないぐらい味が濃くてとても美味しいです。まだ私は学生ですので、こんな素敵な料理はあまり食べたことないのでとっても幸せです。これは絶対お酒と一緒に食べたら美味しいんだろうな。お酒の飲める方ぜひ一緒に味わってみてください。滋賀や福井、京都などの希少な地酒とペアリング前菜に続いてお刺身です。鬼アジとタイを持ってきてくださいました。こちら黒龍の雫という日本酒だそうです。香りが上品で大人な香りがします。きっとこちらのお刺身もお酒に合うんだろうな。これは絶対お酒に合いますね。ちょっと飲んだことないんですけど、続いてアジをいただきます。私静岡出身でお刺身が大好きなんですけど、今回この食べたアジも脂が乗っていてとっても美味しいです。静岡はお魚王国ですからね。ほのかさんからお墨付きいただきました。おお、湯気がすごい。あ、松茸と柚子の香りがいいですね。大きな松茸で贅沢ですね。松茸の歯ごたえが良くて、柚子の味もしっかりついていて、松茸だけじゃなくて柚子の香りも一緒に楽しめる非常に美味しいものだと思います。東雲さんといえばお蕎麦、お昼もお蕎麦をいただいてとっても美味しかったんですが、夜もお蕎麦を出していただきました。こちら贅沢にからすみを乗せて提供していただきました。私からすみ初体験です。ボラのからすみ最高級です。からすみがすごい濃厚で今まで食べたことないようなそばの味がします。こちらのおそば半年熟成されたものを使っているそうです。おそばも最高級。続いてこちら松茸をカマスで巻いて焼いたものを持ってきてくださいました。こちら器も信楽焼の器でとっても素敵ですね。いただきます。マスの焼き加減がちょうどよくて松茸ともぴったり合っていて秋を感じられます思わず笑みがこぼれます。炊き合わせです。クジまたは甘鯛と呼ばれるものと、あとカブ、そして九条ネギが乗ってます。甘鯛の身がすごい柔らかくて食べやすいです。とカブもいただきます。味が染みていてとても美味しいです。優しい味わいが非常に安心感があります。締めは栗ご飯です。いや秋ですね。栗大好きなんです。栗が大きくて、まず栗だけいただきます。
ホクホクの栗で甘さは控えめなんですけど、栗の本来の味を楽しめます、うん、じゃあご飯も一緒にいただきます。いやお腹いっぱいになってきました。幸せです。デザートはプリンです。甘いものは別腹です。プリン、カラメルソースがたっぷりかかってて、このカラメルソースの苦味と卵のコクがぴったり合っていて食べやすいです。お抹茶とお菓子もいただきました。京都木屋町の名店桜川さんとのコラボ、上質で贅沢なコース堪能しました。最高のデザート、最高のお食事でした。さあほのかさん、今夜のお宿へ。小川亭、雰囲気ありますね。明治27年1894年に開業した老舗旅館です。今日一日は信楽の達人になった気持ちです。また明日も頑張りたいと思います。おやすみなさい。ところで小川亭さんには一般の温泉だけでなく貸し切りの露天風呂があるんです。文福の湯、ユニークな信楽焼きたぬきの貸し切り露天風呂。この日は十三夜、美しい月を眺めながら温泉に浸かりました。ほのかさんではなくスタッフです。翌朝ぐっすり眠れました。陶器の町信楽の歴史を感じさせる情緒ある温泉旅館、信楽川沿いの静かなお宿小川亭さんが趣のある信楽焼きで歓迎してくれます。一般のお風呂ももちろん信楽たぬき温泉。いやー、信楽を感じる温泉ですね。実はもう一つ貸し切り露天風呂が。おはようございます。2日目の朝です。いやー、足湯気持ちいい。ほのかさん、足湯なら撮影 OK ということで早朝に入っていただきました。さあ朝食です。信楽焼きの土鍋で炊いたご飯、進むかもわからないですね。お野菜の蒸し焼きやお魚などがっつり美味しくいただきました。小川亭の近くを散策。とにかく至る所に信楽焼のたぬきさんたちと出会うんです。信楽焼、11月8日は信楽たぬきの日。昭和2年から銭湯湯屋営業中、信楽湯、ヤンキースの選手がいます。焼きのプリント、信楽、一宮、新宮神社、信楽焼きの狛犬。狛犬も凛々しい。霊紀元年715年、第44代元正天皇の御代に創建されました。武殿があって拝殿が、2日目の信楽探訪に出発。
大きなタヌキが見えてきた。信楽駅、ここにひときわ大きな信楽焼のタヌキが。もしもし、今ね、テレビの初ロケやってる。ほのかさん、静岡のご実家に報告電話。信楽駅構内も信楽焼を感じられるということで。うわ、素敵な駅ですね。これは電車に乗ってみたいですね。次、信楽を訪れた時乗りましょう。お知らせの後も信楽の達人。信楽の達人。大小屋に到着。やはり達人はここに。取材したのは平日なのですが、滋賀県外からもたくさんのお客様、関西はもちろん愛知県からも。ここ大小屋さんは1万点以上の陶芸品を展示販売しています。美味しそうな大きなパンも。なんとここ大小屋で焼いているんです。いい香りがしますね。いいですね、断面も綺麗で。いただきます。外はすごいサクサクしてるんですけど、中がもちもちで美味しいです。さあ、広い大小屋店内を巡りましょう。こちらはムーンライト、大小屋さんオリジナル陶器で、いやー、この青さに引き込まれます。私の服とか抜けます。信楽焼ってタヌキだけじゃないんですね。ではそのタヌキコーナーへ。2階のギャラリーへ。キャベツ、いよいよ万博近づいてまいりましたけど、1個前の太陽の塔がありますよ。大小屋さんは大阪万博の岡本太郎、太陽の塔の制作に携わりました。さあ、大小屋のレストランカフェでランチです。近江牛カレー。いやー、贅沢に近江牛乗ってますね。近江牛肉丼も大人気。そしてここ大小屋さんはペットの同伴も OK。 この日もたくさんのワンちゃんに出会いました。翔くん、お兄さん見て、見て見て見て、お兄ちゃん、どこ？ドッグランカフェですね。大小屋と東雲へは、車なら新名神高速道路、名阪国道25号線から、電車とバスで訪れることもできます。陶芸の里信楽、大小屋と東雲へ、ぜひ。
皆さんも信楽の達人になりましょう。達人の道はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回は肝炎対策の達人、肝炎について正しい知識を持っていただきたい。現在も偏見と誤解を生んでいる肝炎について理解を深めます。